D.D. トロッターはアメリカ合衆国の陸上競技選手。2004年アテネオリンピックの金メダリストである。カリフォルニア州サンバーナーディーノ群29パームズ出身。トロッターは400メートルを専門に活躍している選手である。2003年にパリで開催された世界選手権に出場し、400メートルは準決勝で敗退したものの、 4400メートルリレーでは予選でアメリカの第2走者として走りアメリカの優勝に貢献した2004年のアテネオリンピックでも400メートルと4400メートルリレーに出場400メートルは50秒00で5位に終わったものの4400メートルリレーはアメリカの第1走者を務め3分19秒01でモニーク、ヘンダーソン、サーニャ、リチャーズ モニーク・ヘン・ナガンと共に金メダルを獲得した。2005年のヘルシンキの世界選手権でも400メートルと4400メートルリレーに出場。400メートルはオリンピックと同じく5位となったが、リレーではトロッターが出場していない予選でバトンパスをミスしたため走る機会がなかった。トロッターは2007年の全米選手権の400メートルで49秒 64? の自己ベストを出し優勝。しかし、大阪の世界陸上ではまたも5位に終わった。一方、4400メートルリレーでは3分18秒55で優勝。世界選手権で初めての金メダルを獲得した。翌2008年の北京オリンピックにも400メートルに出場したが準決勝で敗退している。ありがとうございます。